はい、どうもこんにちは、カジマックです。いや、びっくりしました。皆さんもご存知かと思います。昨日3月18日、もう本当いきなり販売開始されました、新型 iPad。 いや、これ予想されてた方いらっしゃいます？正直僕は無印 iPad2019 と同等スペックのミニが発売されるんじゃないかと踏んでたんですけど、それがまさかの新型 iPad Air、そして皆さん待望の iPad mini、 なんと CPU は最新の A12 バイオニック積んできました。いや、これすごくないですか？ただ実は僕にとっては非常に残念で、マジかよって思った話があるんで、今日はちょっとそのあたりお話ししたいと思います。まず僕はこういう YouTube 動画を始めた頃からずっと iPad だけで編集してきました。初めて使ったのは iPad mini 2。それから毎年、あるいは年に2回ほど買い替えることもあって、常に新しい iPad は概ね買ってきました。ただ僕は本当純粋に動画編集しか使ってないんで、今まで買い替えてきた結果、今僕の手元にあるのはこれ、最新の iPad Pro 11インチ。実はもう今これしかないです。で、これを買った時は全モデルの iPad Pro 10.5 インチと無印 iPad の2018年モデルの2大体制で、過去にもちょっとお話ししてるんですけど、僕の作業にはぶっちゃけ無印 iPad 2018でもほぼストレスを感じないぐらいに快適に作業できてました。っていうのも、僕が使ってる編集アプリの iMovie、これ僕の思い込みもあるかもしれないんですけど、正直ハイスペックマシンにアプリが伴ってないんじゃないかっていう疑惑を持ってます。いや、でないと廉価モデルの無印 iPad 2018と全モデルの iPad Pro 10.5、 そしてこの最新上位モデルである iPad Pro 11、使い比べて差を感じないのもちょっとおかしな話だと思ってます。まあ、とはいえ最後に買ったこの11インチ、はい、実は僕この11インチに関しては変更された部分の大半が気に入らなくて、あんまり快適さを感じてませんでした。で、地味だけど結構面倒だったのが、ライトニングから USB-C への変更。いや、それ自体は悪くなかったんですけど、ペンシルにしても充電ケーブルにしても、あとカードリーダーや周辺機器も全部変わってくるんで、 iPad Pro 10.5 や無印 iPad、 つまりライトニング端末との混在はかなりストレスを感じてました。かといってどうでしょうか、せっかく最新の iPad Pro 買ってるのに、じゃあこれをやっぱり売って旧モデル使うっていう、なんかそれもちょっと違うなってことで、結局僕は過去モデルを全部手放して、今現在この iPad Pro 11インチ1本でやってます。つまりこれどういうことかというと、脱ライトニング、もう全くライトニング機器を使わない生活が始まっていたわけです。はい、ちょっと前置き長くなりました。ここまで来るともうピンと来られる方もいらっしゃるかと思います。今回発売された新型 iPad Air と新型 iPad mini、 特に僕はミニを待ちわびてました。大きくなりすぎたこの11インチ、実は動画編集には無駄な動きを強いられることが多くて疲れます。そしてモバイルもしやすい最小の新型 iPad を待ちわびていたのに、実際出てきたものはどうでしょうか。なんと見た目は iPad Pro 10.5 インチ以前とほぼ同じ。いや、もう僕はてっきりこの11インチが出たことによって、ホームボタンは完全廃止、ライトニングも廃止で USB-C 完全移行、ペンシルもこのペタコンってつくタイプ、これからは第2世代が採用になると、いや、もう完全に思い込んでました。ところが今回出てきた新型 iPad Air、 iPad mini、 ホームボタンはついてるし、ライトニング採用だし、ってことでペンシルまでも第一世代を採用。何これ、いや、これはちょっと僕にはきついわって話。実際やってみるとわかるんですけど、充電一つ、アクセサリー品の使い分け、ペンシルの使い分けって結構面倒です。だから僕は脱ライトニングしてまで、この iPad Pro 11インチオンリー環境にして、 USB-C 対応の iPad mini を心待ちにしてたわけです。いや、もう完全に読み違えました。いや、ほんと結構辛いです。だって脱ライトニングに伴ってカードリーダーやペンシルやら、過去に買ったお高いライトニング関係のアクセサリー品も全部手放したし、それこそ今ライトニングケーブルも数本しかない。いや、これまた買うのって話。やっとあの iPad に差し込む間抜けなセッティングしなくてよくなったのに、いや、もうほんと残念。ってことで、今回僕はせっかく新型来たけど脱ライトニングしちゃったんで、もう新型 iPad Air もミニもなかったことにしようかと思ったんですけど、いや、それ以前にふと考えたら、この iPad Pro 11インチ、未だになかなか馴染まないんですよ。ホームボタンの有無、マスクしてるとさっと開けない顔認証オンリーシステム、ちょっと変わったディスプレイ比率も11インチの意味を感じないし、
やっとイヤホンジャックがないことには慣れてきたんですけど、未だに気持ちの中ではしっくりきてない。そこへ来て正直少なくても全 iPad Pro 10.5 インチとこの11インチ、僕は差異を全く感じてませんでした。ってことは今回出た新型 iPad Air や iPad Mini、その 10.5 インチより少なくても CPU スペックは上がってますよね。となると今回僕は新型 iPad Mini を買わない選択をするんじゃなくて、 iPad Mini と iPad Air を買ってこの iPad Pro 11、これを手放す方がもしかしたら幸せになれるかもしれないって思ったわけです。つまり脱ライトニング、めっちゃ無駄なことをしました。でもね、脱ライトニングを撤回、今現在の iPad USB-C 環境を捨てて、もう一度ライトニング生活に戻ろうかと思ってます。ってことで結果今回 iPad Air と iPad Mini ダブルでオーダーしちゃいました。でさらに半分泣きながら旧 Apple 転職とライトニングの SD カードリーダーも純正買いました。いやもうなんなんこの展開で、どうせまた今年の10月あたりこの iPad Pro の新型出たりするんすよね。まあそれはそれでまた考えたいと思います。とりあえず今回 Air も Mini も一番お安い Wi-Fi 64GB モデルを買いました。新型 iPad のラインナップ説明欄にリンク貼っておきますんで、よかったらチェックしてみてください。あ、そうそう、今日 Twitter でフォロワーさんから教えてもらったんですけど、あのクレヨン、なんと全ての iPad で使えるようにアップデートが来るみたいです。ただそう、僕は脱ライトニングしちゃったんで、実はもうそれも手元にありません。いやもうほんと早まった。っていうかこの iPad Pro 11インチ正直1年早かったんじゃないかと思ってます。今後も USB-C へ移行は進んでいくと思うし、そう考えると今回の新型ライトニングっていうところはちょっと残念でした。いやもうでもそれでもいい、ペンシル使えるミニを作ってくれたんだから、もう文句は言わないようにします。ということで iPad はおおむね毎回最新モデルを買ってるカジマックチャンネル、まだお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします。あとコメントや評価もいただけると嬉しいです。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。カジマックでした。